エゾゼミは、カメムシメ、セミカに分類されるセミの一種。クマゼミとは分類学上かなりの近縁である。従来までの分類では族についてはティバイセンだったが、命名規約上無効とされ、リリスツに移行されている。リリスツはギリシア語で、縦ごとの奏者を意味する。名前に、エゾとあるが、北海道にのみ分布するセミというわけではない。北海道のほか本州。 四国、九州、佐渡島、沖諸島に分布する。北海道では、十勝地方を分布の東源とする。もともと、エゾゼミは、小エゾゼミと異なり、南方系のセミであり、夏でも気温があまり上がらず涼しい北海道よりも、むしろ、長野県や、南東北で多く見られる傾向がある。中国にも分布すると言われるが、韓国の記録は、五道帝と考えられる。 なお、エゾゼミ族のセミは、北半球に広く分布している。特に、アメリカ合衆国では極めて多種多様なエゾゼミ族の、セミが生息しており、その種数は70を超える。南部のテキサス州やフロリダ州などでは、都市部でも鳴き声が聞かれることが多い。とはいえ、生息数自体はそれほど多くはない。また、ヨーロッパ南部では、 オナミゼミというエゾゼミ族のセミが生息しており、フランス南部やイタリア南部、ギリシャなどで見られる。特に、夏場の気温が高いギリシャでは、生息数が多く、首都のアテネの中心部でも毎年夏になるとこのセミの、鳴き声がたくさん聞かれる。このように、欧米では、日本と異なり、エゾゼミ族のセミが、市街地でも普通に生息している。なお、ファーブルは、昆虫期にて、 フランス南部でのこのセミの生態を詳細に記している。全長59から66ミリメートル、体長40から46ミリメートル、全種階長115から130ミリメートルで、赤エゾゼミと同程度の大きさであり、小エゾゼミや九州エゾゼミあるいは、薬島エゾゼミと比べて大型になる。宗教配速方がお白いで覆われる点で、同族のセミ類と区別ができる。 全強性外編には、高褐色の帯があり、基本的に途切れることはない。しかし、稀に、黒色部で、気褐色の帯が途切れる変異個体がいる。これ以外にも様々な変異があり、中には、体全体が、高褐色で、W 型の黄色い模様のない、エチゴエゾゼミ LJ バリエーション、エチゴと呼ばれる変異種も確認されている。 北海道や東北地方では主に平地でも見られるが、本州中部異跡では、標高500-1000メートルの山地に生息する。出現期は7月中旬から9月中旬にかけてで、地域によって差がある。赤松、杉、ヒノキなどの樹木に頭を下にして、逆さに止まり、クマゼミやミンミンゼミと、同じくよく晴れた午前中を中心に、ギーイと鳴く。 その鳴き声は、小エゾゼミや、赤江エゾゼミとよく似るが、それらは、エゾゼミと異なり震えるような独特のビート音がない点で区別される。また、交尾は、V 字型で行われる。なお、このセミは、日暮ラシや、エゾハルゼミと、同じく森林性のセミであり、札幌市や長野市などの街中でこのセミの鳴き声が、聞かれることは、まずない。特に、 長野県北部ではこのセミが普通種となっているが、生息場所は薄暗い雑木林がほとんどである。これはエゾゼミに限らず、日本に生息するエゾゼミ族のセミ全般について言える。ただし、仙台市に限っては、例外的に稀にではあるが中心部でも、このセミの声が聞かれることがある。泉区などの郊外の新洋樹林帯で発生した、 成虫が中心部に移動してきていると考えられるが、高いとは言えないエゾゼミの移動能力を考えると、中心部近くの緑地で発生している可能性もある。このように、本来は都市部で見られないはずのセミが観察されるという状況から、仙台はエゾゼミの生息にとりわけ適した気候の都市であると考えられる。ちなみに、同じく森林性の日暮らしの声が、 青葉区の中心部で聞こえることも少なくない。仙台は夏に冷涼多湿な山瀬が頻繁に吹き、曇りがちの天気となることが多い都市であるが、このような気候がエゾゼミのような森林性のセミの生態に一定の影響を及ぼしているものと考えられる。ありがとうございます。